人民警察機ドイツ人民警察はドイツ民主共和国の警察機関。人民警察は東ドイツにおける法執行機関であったが、同時にその組織構造から準軍事組織と見られることも多い。西側の法執行機関と異なり、人民警察は軍事訓練を受けた装甲兵員輸送車部隊や砲兵部隊を備えていた。公共秩序及び利益のみならず等及び、 体制の維持を目的としており、いずれの東ドイツ市民も可視官になることはできたが、商工団の一員となるにはドイツ、社会主義統一等の党員である必要があった。第二次世界大戦後、人民警察は、ナチスドイツの秩序警察及び、刑事警察を引き継いで設立され、ドイツ再統一後に廃止された。東ドイツ市民は、人民警察を、ブロンや、 大グルネンなどの愛称で呼んだ。また、日刊のタブロイド新聞、ビルト紙の記事によれば、一般には、ウォックスパリジーの頭文字からボポと呼ばれていたという。東ドイツ市民によるアネクドートにおいては、人民警察官はあまり頭が良くない、というステレオタイプが定番であった。人民警察は事実上、第二次世界大戦中に、ソビエト連邦占領下にある。 ドイツ各地で設立された警察組織に由来する。これは、ヤルタ会談及びポツダム会談での合意に対する違反行為であった。1945年10月31日、スワグは共同体警察の武装を承認した。人民警察25周年、記念切手国家人民軍及び人民警察は、1961年にベルリンの壁を構築した。 指導部は、この壁こそが西ドイツ及び、ナトー社会にスクーフの要素、特にファシストと呼ばれるものから国家を防衛し、労働者に無犯罪の状況を与えるものであると宣言した。個人的所有権が認められていなかったことも影響していると思われるが、西ドイツに比べて、東ドイツの犯罪率は非常に低かった。1989年、ベルリンの壁の崩壊とともに、 犯罪率は上昇したと言われる。これは一党独裁体制が崩壊する際によく見られる特徴であった。犯罪率の低さから人民警察は犯罪の対処及び防止に不慣れであった。1989年以降、彼らは西ドイツの日常犯罪に直面することとなる。例えばライプツヒでは1989年から1990年までに 党内件数が540%もの増加を見せたという。警察仕様のバルカスビーセンパトカー仕様のボルガギアス -24 のイシュトレイリッツの広場でのパレードにおける人民警察の警察官。第二次世界大戦中に採用された STG44 突撃銃で武装している人民警察は犯罪捜査や交通整理など伝統的な警察業務を遂行するが、 活動のほとんどを下味とも呼ばれた国家保安省及び部内の国家保安省協力員に報告する義務があった。すなわち MFS はほぼ全ての警察部隊にエージェントを送り込んでおり、全ての警察活動と捜査が MFS 連絡証拠に監視されていることを意味する。人民警察は国家警察であり、組織としては内務省直轄の位置にあった。 公共奉仕に従属する西ドイツ警察とは異なり、人民警察の警察官は、おののが国家と個人の契約を結んでいた。月給は、平均所得を上回っていた。人民警察は、内務省により管理される。司令官はドイツ人民警察長官である。人民警察は次の5部門に分けられる。東ドイツ内務省では、内務省軍に相当する。 内務省指揮下の軍事部門として、弊社部隊が編成されており、人民警察の即応部隊である人民警察機動隊がその主力を担った。弊社部隊は、主要総幹部長官が管轄する。人民警察への採用は、最低10年の教育及び職業訓練、兵役、それまでの政治的中性を必須とした。入隊すると、まず新兵は、 人民警察学校で5ヶ月間の訓練を受ける。内容は、政治教育、警察法、刑法及び執行手順、軍隊式の運動訓練が含まれていた。その後、新兵は6ヶ月間の実地訓練を行う。人民警察に所属する警察官は、人民、理想主義、家族の伝統、社会の信念と共に労働し、国家に奉仕することを望むことが求められた。 アブブオフィス、サイン・オブ・アガアンチ、ロック・ブロス・チャイルド・アイネス・アブブ1962年以来、人民警察は東ベルリンのビースドルフに独自の学校を構え、1989年までに3500人の警察官を排出した。その他にもいくつかの学校があった。弊社部隊は独自の研修施設を保有していた。警察官の初期訓練は、 国家人民軍地上軍が担当しており、1963年から士官学校で、1971年からはドレスデンのビルダーマンにある士官学校にて行われた。人民警察は約8万人の常勤警察官と17万7500人の協力者がいた。1990年10月3日、西ドイツに東ドイツが加盟したおり、 警察機構は統一ドイツの連邦政府と各州政府に移管された。人民警察の警察官は約40%がこれに残留した。ストーングレーの制服を着用した平衛人民警察を例外にすべての人民警察職員は同様の制服を着用した。任務や機構に応じて夏服や冬服など素材が異なる種類があった。ほとんどの制服は海力色だが、 交通警察の職員は、濃紺の制服を身につけていた。商工用の制服はより高級な布地で、貸し官兵の制服と区別されている。活動服及び、勤務服は、後に経営ラ任務とその他公務のための通常装備となった。制服の種類は多岐にわたるが、代表的なものとして、活動服、勤務服、ハ礼装、パレード服に大きく分類される。 活動服は、平衛人民警察のみで使用され、後に、国家人民軍の制服となった。これは、野戦帽、黒色長靴、サスペンダー付け、革ベルトからなる。陶器には、キルティングされた、迷彩柄のナイストーングレー色のつなぎを、制服の上から着用することもあった。陶器制服には、毛皮棒内紙鉄棒、ブーツ、ニット地の手袋、ベルト、 サスペンダーが含まれていた。勤務服のうち、柿勤務服は、ブラウスのようにたるませた上着、ズボン、製帽を含み、昇降向きに用意された。陶器勤務服は、ボタン止めの大きなバリ付けポケットを4つ備えた上着、黒色ベルト、製帽、乗馬ズボン、シャツ、ネクタイ、長靴を含み、昇降及び貸し管向けに用意されていた。 長いベルト止めのオーバーコートを着用する場合もあった。ハンレイは細部を除いてすべての階級で同様のものであり、非番などの際に着用された。性帽ジャケット、ズボン、黒革靴が含まれる。シングルジャケットは白ないし灰色がかった緑色のシャツと緑色のネクタイとともに帯革を巻かずに装着された。将校は 白いシャツと共に着用することが多かった。下記はネクタイとジャケットのいずれかを略することができた。ダブルジャケットは、将校及び菓子館が任意に着用することが許されていた。パレード服は、将校の場合は、半ン装の上着に、すべての勲章及び装飾品を取り付けたもの、乗馬ズボン及び乗馬ブーツ、鋼鉄製鉄棒、ワイシャツ、緑ネクタイ、そして、 シルバーグレーのパレード用帯革の左側に儀礼用探検を吊るす。儀状態の将校はサーベルを台頭した。陶器にはオーバーコート、スカーフ、手袋を着用した。作業服に分類される制服は季節や天候により着用するものとされた。一般的に活動服、半冷装、陶器をつなぎに類似しており、黒く染められていることもあった。雑益要意や、 整備要員がこれを着用した。カバーオールは、下級兵卒、特に大型車両や航空機要員に使用される。雑役監督や技術商工は、実験室スタイルのスモックを着用する。その他の制服も存在する。高級商工は、時折白い制服、もしくは白い上着を着用していたし、参謀商工は、参謀用制服を着用していた。女性職員は上着。 スカートないし、スラックス、ブラウス、帽子、ブーツないし、パンプス、および季節ごとに、その他様々な制服を着用した。交通警察、オートバイ、走行車乗員などは、制服の他にも特殊な装備品が存在した。また1940年代から1950年代にかけて、旧秩序警察および、刑事警察の制服をそのまま着用した。 警察官の姿も見られた。人民警察の制服は当初緑色の陛下色を備えていたが、後に青色の交通警察を除き白色に戻った。弊社部隊の制服は、所属を識別する大きな銀色の文字と緑色の暗証により、地上軍や防空軍と区別された。人民警察の全警察官は、国家人民軍の中性先生と同様に次のような、 宣誓を行った。http コロンスラッシュスラッシュ www.dtr-geshicht.de c スラッシュポリティックスラッシュ st-a-t-s-o-r-g-a-n-e スラッシュポリザイスラッシュポリサイドット .php-d-i-e-d-e-u-t-s-c-h-e-o-x-p-a-g-o の記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である。 米国議会図書館各国研究の次のウェブサイト http コロンスラッシュスラッシュ lcweb2.loc.gov スラッシュ frt スラッシュスラッシュ本文を含む。ありがとうございます。